ユーの真田広之さん、63、が16日、アメリカテレビ界最高の栄誉とされるエミー賞で、日本人初の主演男優賞を受賞しました。日本だけにとどまらず、海外でも活躍する真田さんのこれまでの功績を振り返ります。真田さんといえば、教師と生徒の愛、という禁断のテーマを書いたドラマ、高校教師。1993年に放送され、 教師を演じたサナダさんの演技が話題となりました。その後も、時代劇や恋愛ドラマにとどまらず、ホラー映画、リング、1998年に出演するなど、ジャンルを問わず様々な作品に出演。アクションからシリアスな役柄まで、幅広い演技力が評価されました。サナダ博之、日本から世界が注目する俳優へ、そんなサナダさんが、 俳優として世界的に注目されたのが、2002年公開の映画、黄昏生米。第26回日本アカデミー賞で、最優秀主演男優賞を受賞するなど、演技が高く評価されました。さらに、映画がアメリカアカデミー賞の外国語映画賞にノミネートされるなど、世界でも真田さんの演技が注目されました。それからも、 日本にとどまらず海外でも活躍の幅を広げていきました。2003年にはトム・クルーズさん主演作、ラストサムライ、2013年にはヒュー・ジャックマンさん主演の、ウルバリン、サムライ、2022年にはブラッド・ピットさん主演作ブレッド・トレインなど、数多くのヒット作に出演。名だたる俳優たちとの共演を果たし、海外でも話題作に次々と出演してきました。 そして16日、エミー賞で日本人初の主演男優賞を受賞するだけでなく、自身がプロデュース、主演を務める将軍がエミー賞の作品賞を受賞。俳優のみならず、プロデューサーとしても成功を収めました。